方のリリースのノラプロモーションのメンバーになる前から社長にお話しさせていただいてたのは、将来的なしっかりビジョンがありまして、 3D で歌って踊って赤スパが飛び続けるようなライブをしたいっていう、そういうアイドルになりたいっていうのが歌野の夢です。そうしたら社長がその夢ノラプロモーションなら叶えられるよって。すごいこと言ったでいいね。金魚の姿で想像したからさ。はまき加えながら言ったんでいいね。素晴らしい目標ビジョン。ありがとうございます。ありがとうございます。一番最後にすればよかったね。そうだね。フレッシュなアイドル一番最後に持ってくるべきだった。隠居しようとしてるもん。隠居しようとする。私はポストとかやることが多くなってきたので、みんなを支えられるような私はもともと YouTube の方でメインというか大きく活動していこうと思って、はい、まだ最近ね YouTube の方の活動が少ないので、もうちょっと YouTube の方をやるって考えた時に、やっぱりこういう風にみんなでコラボをする時はみんなを支えられるようになりたい。今日は本当に電柱とさ、可愛いアイドルにね主導権握られまくりです。うるさいっていうことでいいですか。だから猫城さとみとしてもっとね、もちろん私も大きくなりたいけれども、みんなが後ろを任せられるような、そういう風な、なんかねなりたいなって思ってますね。思った以上にまたいい。それはハードル上げていくスタイルです。